本体の消失。一体は何とか取り戻したようだが、残り3体の行方は見当すらついていないのではないのかね。さらにプラント襲撃を受けてのプロジェクト停滞、これは由々しき事態だ。ここまでにどれだけの金と人員を失ったか、一体どう責任を取るつもりなのかね。異世界の侵食は最終段階を迎えようとしているのか。なのだ、稼働中のレガテスはたったの1台ぞ。切り札というには力不足も甚だしい。我々は滅亡を受け入れるしかないのか。あれは私たちを救う救世主、神の使いではなかったのか。貴様に託したのが間違いだったのか。お言葉ですが、手段を完全に失ったわけではありません。いえ、そうではありません。何？我々が神になるのです。ARI 襲撃事件については覚えているな。捜査に当たっている刑事局から事件に深く関わりを持つと思われる人物の足取りをつかんだとの情報が入った。当該人物を捉えた監視カメラの映像からその正体が判明した。彼女だ。ジェナ・アンダーソン、ARI の優秀な科学者の一人だったが、20年前に行方不明となっていた。私と共にレギオンの研究にも携わった彼女が、信じられない気持ちでいっぱいだ。刑事局からは情報と合わせてネウロン部隊に対し捜査協力の依頼がありました。今回の事件ではプラント破壊のほか、レギオンコアが多数持ち去られています。よって万が一の場合を想定したものと思われますが、事件の早期解決のためにも全面協力することに決定しました。事の真相を確かめる必要がある。翔君、よろしく頼んだよ。まずは最初に目撃されたハーモニースクエアに向かい、情報の収集に当たってください。ネウロン部隊出動せよ。
他のみんなは聞き込みを開始してるわ。君の担当は中央交差点の歩道橋よ。目的地を設定しておいたから、そこへ向かって。アイリス起動。アイリス終了。
お疲れ様でござる。拙者はこのハーモニースクエア西交番勤務の、いや、悠長に自己紹介している場合ではないのでござる。実は選挙ポスターにいたずらしようとしているやつを見かけて、ここまで追ってきたまではよかったんだが、見失ってしまった。面目次第もござらん。なんとそれはまことでござるか。親切な御仁だ。しからば早速犯人の特徴でござる。その男はオレンジ色のパーカーに黒色の帽子をかぶっていたでござる。男は逃走中に一度転び、その際足をくじいたと思われる。あの様子ではそう遠くへはいけないでござろう。では拙者は少し離れたところを捜索するゆえ、お主にはこの周辺の捜索を任せるでござる。
なんか用すか？ない。そうしよう。ん？アイリス起動。アイリス終了。おまわりさんが一体何のご用ですか？僕はちょっと取り込み中なので話しかけないでください。はあ、浮気のせいで警察を呼ばれたのかと思っちゃいましたよ。なんだよ、何見てんだよ。は？突然人のことをそんな、だいたたたたたた。俺はただここで人と待ち合わせてるだけだぜ。くそ、もういい、降参だよ。どの道この足じゃもう逃げられない。そんなにあっさりと捕まえられるなんて拙者はまだまだでござる。捕まったのはあんたがしつこく追いかけてきたせいでもあるんだがな。だが俺は助けられたのかもしれないな。失敗は命をもって償う、これが組織の掟だからな。命で償う組織来て、お主一体何を言っているんでござるか。これ以上は何も言えない。さあ、とっとと刑務所に入れてくれ。しかし、とにかくこの件については深入りしない方がいいぜ。さっきも言っただろう、これ以上喋ることはないよ。それにもう手遅れかもな。組織はきっと動き出している。あんたたちもせいぜい気をつけなよ。奴は本所の方に引き渡してきたでござる。一件落着。
本当に助かった。しかしあの男が言っていた組織というものが何なのか気になるでござる。何ですと？はいはい、わかりました。落ち着いて聞いてほしいでござる。奴を乗せたパトカーが本所到着前に何者かに襲われて大破、死体すら残らなかったらしい。命で償い、まさか本当に。組織とは一体？こうなっては気になって他のことが手につくわけもない。拙者一人で調べてみようと思う。お主はお主の仕事を全うしてくれ。達者でな。今回の礼はいずれまたどこかで。しからばごめん。組織については拙者に任せておくれござるよ。ハーモニースクエアに爆弾を設置したという声明が警察庁に届いたの。ハーモニースクエアのどこに爆弾が設置されているかは判明していないわ。だから君にはその場所を突き止めてほしいの。大まかな予測位置はマップに表示されているから、その近辺を捜索してちょうだい。よろしく頼むわね。到着したみたいね。本当にそれが爆弾？なんだか子供の工作みたい。まあいいわ、ここから先は爆弾のスペシャリストに変わるわ。レッドさんよろしく。爆弾のことなら俺なんだな。ほほう、周囲のビルを破壊するには十分のサイズだな。ん？高感度受信装置のアンテナ。ちょっとアイリスを起動して周りを確認してくれ。アイリス起動。思った通りだ。アイリス終了。どうやらその爆弾、俺たちへの挑戦状らしい。本体に向かって送り続けられている電波がパスコードの役割を持っているんだ。決められた順番通りに送信を遮断していけば、最終的にタイマーを止めることができる。順番を間違えればこっぱみじんだ。残り時間はわずかだ。すぐに解除を始めよう。遮断する順番は俺が指示する。お前とレギオンなら必ずやれる。準備はいいな。
まずは赤色の呼気から出ている電波を切断するんだ。OK、次は緑だ。残りは青だ。焦らず確実にやってくれ。アイリス起動。アイリス終了。なんてこった！待って、処理中のポイントで爆発の発生は認められてない。フェイクか！まったく腹の立つ。だが何事もなくてよかったぜ。お疲れ様。念のため処理班を向かわせたわ。そこはもう大丈夫よ。気を取り直して元の任務を続けて。ジェナのホログラム映像のデータをネガティスに転送済みよ。聞き込みにはそれを使って。じゃあ頑張ってね。アイリス起動。アイリス終了。
お疲れ。もう少し情報が欲しいところね。目的地を設定したわ。その昔、日本の警察では現場百遍とか言ってたらしいし、聞き込みを続けてみて。アイリス起動。
中央交差点で対象と接触。動かないで。あんたジェナ・アンダーソンだよね。 ARI 襲撃事件の重要参考人として話を聞かせてもらうわ。今の聞いた。すぐ近くにいるわよね。急いで合流してあげて。君には見えていたのね。とにかく指令の判断を確認するわ。姿が見えなくなるなんて。どういうこと？あいつ。待って、深追いは危険よ。勝手な行動は控えてよね。仕方ないわね。ジェナを追いましょう。でも生体反応すら捉えられない。罠かもしれないから十分に気をつけるのよ。
ジェナの反応は消失。アーク側でも捕捉できていないわ。仕方ないわね。君もすぐに戻ってきて。アイリス起動。アイリス終了。捜査中の全隊員に告ぐ。今すぐ指定ポイントへ集合願います。繰り返す。各自ポイントを確認の上集合願います。戻ってるんでしょ？聞こえてるわよね。それにしてもジェナ、まさか生身の人間がゲートを行き来するなんて信じられないわ。とにかく一旦みんなと合流して。心配したぞ。勝手な行動は自分だけじゃなく仲間にも迷惑をかけることを忘れるな。まあまあ、悪気があったわけじゃないんだからさ。さっきは出し抜かれたけど、次はこうはいかない。全員で取り押さえてやりましょう。アリシアさん、もたもたしてられませんね。まずは情報の整理からだ。アキラ、任せたぞ。了解です。ジェナ本人が現れたのは事実だけど、行方は依然不明。集まった情報をさらって何か手がかりを見つけましょう。まず、そうね、ここハーモニースクエアで目撃情報が多かった人物の特徴は？ジェナ、彼女が研究員だった頃の白衣なのかしら。それにしても堂々と現れたものね。他に何か気になることはなかった？例えば不審な場所とか。そう、アークモール。みんなも気にしていたわ。どの噂話にもアークモールが絡んでるって。じゃあそのアークモールで噂になってた、まがまがしい、なんだっけ、思い出した。まがまがしい触手よ。でも待って、それが実在したとして人にも見えるってことは、キメラとは別の存在なの？アークモールに関係した話、他にもなかった？赤い門から出てくるらしいわね。ゲート発生で封鎖されたショッピングモール。門はゲートのことかしら。とりあえずこんなところかな。
みんなが集めてきた情報と変わったところはなさそうね。ジェナが潜伏しているかどうかはわからないけど、可能性が高い不審な場所は一つしかないわね。これからアークモールに向かう。何があるかわからない。準備はいいか？何辛気臭い顔してるの？名誉挽回のチャンスよ。次は絶対捕まえてやりましょう。クリア。異常ありません。モールプラザクリア。生体センサー反応なし。一階奥通路までオールクリア。こちらも異常なしです。了解。ミツル・エイブリー・リーファはそのまま奥の様子を確認してくれ。わかりました。みんな行きますよ。本部、一回エントランスホールを制圧した。ホールに人影はないが、これまでに見たことのないコブのようなものが複数存在している。こちら本部、状況了解。捜査を開始してください。今は正体不明の物体には極力近づかず、ジェナの捜索を優先願います。了解、行くぞ。不気味なほど静かね。本当にこんなところに潜んでいるの？さっきのコブ見たでしょ。油断は禁物よ。アイリス起動。アイリス終了。私を追ってきたつもりかもしれないけれど、それは違う。あなたたちは私に導かれてここに来たのよ。全ては計画通り。これ以上あの男の好きにはさせない。あの男？でも残念ながらこちらの準備もまだ完全じゃないの。少しだけ遊んでいてもらえるかしら。わざわざ来てもらったんだもの。退屈はさせないわ。本部、対象と接触。しかし対象は移動を開始。追跡します。私は彼のサポートに。ジェナの確保が最優先だ。わかりました。追跡します。気をつけて。
ごい匂い。鼻が曲がりそう。これが市民たちの間で噂になっていた食事の正体か。実在していたなんて。これもあの女が。関連性は不明だが、何か知っているとみて間違いないだろう。捕まえればわかることだ。そうね、早く追うわよ。
そして今回はアームレイン。どうやら彼らは一度主従関係になった対象に引き寄せられるようだな。この確率か、本能か、研究する価値はあるかもしれんが、まあ今は君が取り戻してくれるだけで十分だ。だがそれにはまず彼を何とかしないとな。来てるぞ。くそ。十分だ。そろそろ休憩にしようか。すいません。俺やっぱりまだ全然体調に及びません。気にすることはねえよ。お前はまだまだ伸びしろがある。これからもっと強くなってもらわねえとな。はい、いつも隊長に助けられてますからね。早く俺が
隊長を支えられるようになりたいです。俺のことはいいんだよ。自分のケツくらい自分で拭くさ。俺のガキどもがさ、今度は刑事局への配属が決定したらしいんだ。あの二人は成長は早いものですね。道理で俺も年を食っちまうわけだ。もう全盛期のようには動けない。情けねえ話だな。だからな、もし俺に何かあったら、あの二人を気にかけてやってくれねえかな。あいつらお前にも懐いてるみたいだしよ。もちろんです、もちろんですけど、隊長にはまだまだ倒れてもらっては困ります。三人まとめてしっかり守れるくらい俺は今よりもっと強くなりますよ。さあ訓練を再開しましょう。ありがとうよ。頼んだぜ、ジン。隊長！お前か。あいつは。マックス隊長を思い出すよ。見た目はこれっぽっちも似ていないがな。でも間違いなく隊長の子供だ。あの人にも今のお前みたいに何でもやり遂げてしまう凄みがあった。こんな感じで何度も何度も助けられたよ。あの人から学びたいことはまだまだ山ほどあったのに。ねえ、ちょっと私のこと忘れてない？なんとかしたいんだけど、一人じゃ無理そうなの。そうだった、すぐ行きます。アリシアさん、すまないが、アリシアさんを頼む。レギオンにやらせてみるな。俺が制御していた時、そいつが瓦礫を投げるのを見た。ああ重かった。ありがとう。まさかやられた奴に助けられるなんて思っても見なかったわ。アキラが一人でジェナを追ってるの言ってあげて。ほら早く。私はこの通り大丈夫よ。ジンのことも任せてよ。
追い詰めたわ。場所は最上階、空と泉の広場。こいつ強い。それにここには何かが。何かとは？キメラを吸収してる。ほうほう、ただ潜伏しているわけがないとは思ったが、そうか、どうやら何かよからぬことを企んでいるようだな。ジェネが首謀者であると見て間違いない。抵抗を続ける場合はネウロン司令権限において排除を許可する。了解。あなたたちは何も考えずこの先に起こる状況を受け入れて生きるの。それは人としての本分ではない。話なら署でいくらでも聞いてあげるから、おとなしくして。余計なお世話かもしれないけど、一つ忠告してあげる。ちょっといい加減にして。その力はあなたたちが考えているようなものではないわ。いつかその身を滅ぼすことになるわよ。キメラを支配する力、ここまでとはね。
なるほどね。あなたはこいつのテスト相手にしてあげる。救助して。自動救命装置が作動していない。おそらく落下の衝撃で壊れたんだわ。バイタルデータの低下を確認。急いで。こちらアリシア、移動中よ。代わりに誰かジンを見てやって。俺は大丈夫だ。一人でなんとかなる。全員でアキラの保護を優先してくれ。足手まといなんて真っ平ごめんだ。無理しないで。とにかくあなたはそこでじっとしてて。アキラを回収したらすぐに戻るから。Thank you.
到着したわ。応急処置を開始する。私どうして。喋らないで。医療ヘリをショッピングモール正面に回したわ。負傷した隊員は全て正面出口へ運んで。モール内の全ネウロン隊員は直ちに本部に帰還せよ。繰り返す。全隊員本部に帰還せよ。